これからの1年を被災地の皆さんが復興を実感できる1年にしていく、その決意であります。仮設住宅への保健師などの定期巡回を進め、被災者の心に寄り添った支援に重点を置いてまいります。特に子どもたちへのケアは欠かせません。従来からカウンセラーの学校への派遣を行ってきましたが、仮設住宅への巡回訪問も実施することとし、子育て世帯も含めてバックアップしてまいります。これからはハード面の復興のみならず、心の復興に一層力を入れていきます。原発避難者の皆さんへの高速道路の無料措置も延長します。福島をはじめ東北の被災地にたくさんの観光客に訪れていただけるよう、来年のゴールデンウィーク前までに常磐道を全面開通することといたしました。